リック・レイボン・メアーズは、アメリカ合衆国の元レーシングドライバー。カンザス州イチタ出身。インディ500で4度の優勝を成し遂げ、6度のポールポジションは最多記録である。また、3度のカートシリーズチャンピオンに輝いている。1991年のメアーズ社メアーズは、カリフォルニア州ベーカーズフィールドで成長し、オフロードレースでレース経歴を始めた。 1970年代後半にインディカーに参戦する。アート、スガイチームでデビュー、イーグル・オフェンハウザーをドライブする。その速さで、ロジャー・ペンスキーの目に留まり、1978年にペンスキーレーシングに移籍する。当時ペンスキーには、トムス・ニーバとマリオ・アンドレッティが所属していたが、アンドレッティはロータスで F1 に参戦しており、ペンスキーは、 国内のレースに参戦できる若手のドライバーを欲しがっていた。1978年の18戦のレースのうち、メアーズはインディ500を含む9戦に参加した。インディ500でメアーズはフロントローに位置したが、トップに立つことなく104周目にエンジンブローでリタイアした。2週間後、ミルウォーキーでのレックスメイズ150で初優勝を遂げる。 アトランタでも優勝を遂げ、ユサック時代に唯一行われた海外レースである、ブランズハッチでも優勝した。1979年、インディカーはユサックからカートへ運営が移る。この年のインディ500で、ベアーズは他社が機械トラブルで脱落していったことで、初の優勝を達成した。優勝3回と2位4回という成績で、この年のシリーズチャンピオンとなる。 1980年はシャパラルがグランドエフェクト効果で他者に対してアドバンテージを有しており、メアーズはメキシコシティの一生のみでシリーズ4位に終わる。計、3チャンピオンシップス26ビクトリーズ。ありがとうございます。